皆様こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube 動画見ていただいてありがとうございます。今東京荒川区の西奥という場所に来ております。下町の商店街が広がっていろいろお惣菜屋さんとかがあります。ここから歩いて9分行った東京ラインの奥駅というのがあって、そこから東京駅までわずか2駅、11分で着くという、まあ、便利な場所ですと。その荒川区からお届けするのが、 アメリカ不動産の話題になります。テーマは、予算別、アメリカ不動産投資、どこの都市を買うべきかになります。 私あの2022年9月にですね、初めてのアメリカ投資は30万ドル、家賃2000ドル取れる場所を買うべきというものを出したんですけれども、それから時代が結構移りました。2年近く経ちましたけれども、今は円ドルの為替も違いますし、まあアメリカの方の金利も思いっきり上がって,ているのが今になりますと。ただ、 アメリカの方の不動産価格というのは実はそんなに変わってないです。上がりもせず、下がりもせず。それはアメリカの金利が 高かったから、あんまり買う人がいなかったから、上がりが抑えられているというところなんですけど、まあ大崩れもしていないという感じですね。劇的に変わったのは円ドル為替の方で、工事は120、0 30円だったかな、1ドル。今は160円なので、円からドルに変えて買う際の本円の絶対額は、 かなり違ってきます。それだけ余分に縁が必要になるという状況なんですけれども、まあそんな中にあっても弊社の方で、アメリカ不動産買いたいんだけれども、ぜひアドバイスしてほしいという相談は多数受けております。で、一番よく受けるのがハワイとか、あるいはカリフォルニアのロサンゼルスとかで、 予算1億でないかなっていう相談が一番多いんですけれども残念ながらロサンゼルスとかハワイで1億でちゃんとした場所で資産価値がある不動産ってもう無理です。もうぶっちゃけ今は2億必要になるん,なんですね。それは やっぱ為替が大きいですね。1ドル160円なんで、1億って言っても、米ドルでは60万ドルぐらいになっちゃいます。ハワイで言えば、ワイキキとかアラモアナの近くにそれで買えますかって言ったら非常に厳しいですね。島の向こう側の方とかの田舎っぽいところになれば、ともかく、中心地では難しいです。じゃあロサンゼルスで買えるかって言ったらそれも難しくてですね、60万ドルだとですね、まあ人々がいいと思っている場所 では、無理ですね。むしろ、銃声が聞こえる住宅地みたいなですね、そういう治安に問題のある場所だったらあるんですけど、おすすめはしません。なので、1億で人気の都市はまず無理です。2億持ってきてください。この2億は現金だけじゃなくてもいいです。日本で、 担保となる物件があれば、それを担保に日本の金融機関がお金を貸してくれるので、それと合わせてでいいんですけれども、カリフォルニア、ハワイ、ニューヨークみたいなところでは2億必要は覚えておいてください。では、元々の予算1億で買うんだったらどこがいいかなんですが、私はもうズバリおすすめはコロラド州のデンバーです。デンバーであれば、まあ60万ドルでも、 まあちゃんとした場所に一個建てとか、えー、まあ新しいタウンハウスぐらいは買えますし、この60万ドル今する不動産がこれから70、80っていうふうに上がっていけそうな、高付加価値な、 産業もありますし、それだけ高級を稼いでいらっしゃる人もえたくさん住んでおります。経済レベルとか知的レベルの高い街なので、今60万ドルで買ったものがそれから上を目指していける可能性は十分あるんじゃないかな。アメリカの中でそういうとしてそんなに多くはないですけれども、まあ、デンバーはおすすめです。で、1億円もないよと。5000万円とかでなんとかなんないかな。まあ、要するにアメリカドルで30万ドルですね。 この価格帯なら結構いっぱいあるんです。テキサス州、ダラス、ヒュースト、ロジア州のアトランタとかですね、いはサウスカロライナ州とか、行けばこの辺に共通するものはアメリカの南部ですね。もともと田舎だったところが、急に都市化して、人口も増えて、いろんな会社も移ってきて、どんどん伸びているという状況なんですけど、そういう都市で30万ドル、1000万円コースです。ウドウさん 物件見つけることはできます。ちょっとあった方がいいんですけどね。30万ドルじゃなくて、まあ35 5万とか40万ドルとかあれば、もう少しいいもの出せますけれども、30万ドルでも可能です。で、そういう都市で何がいいかというとですね、まあ、大体30万ドルぐらいの価格で今買える都市が、これから40万ドル、50万ドルっていうのは上がっていきやすいものなんです。 まあなぜなら、アメリカでも日本と同様、まあ、不動産価値の根拠となっているのが、まあ賃料収入なんですけど、まあ2000ドル弱ぐらいなことが多いです。1800ドルとか2000ドルとか。まあそれでも円にしては相当な30万っていう感じなんですけど、そう、それだけ払える方は、 たくさんアメリカにはいます。で、その今1800ドルのお家賃が2100とか2400とか上がっていくっていうのは今行った年だったら結構可能なので可能性が高いのであのそれに合わせて不動産の資産価値も今30万ドルで買って、まあ、今金利が高いのですぐには上がりませんけど金利がちょっと下がったらまあ40万ドルを目指す50万ドルを目指すっていう流れに なる可能性は高いと思いますので、はい、えー、そういうのもおすすめいたします。以上、まとめると、アメリカ不動産買いたい方、カリフォルニア、ハワイ、ニューヨーク、2億円コースになります。1億円の場合は、コロラド州のデンバーがおすすめ。5000万円コースの場合は、テキサス州とか、アトランタとか、サウスカロライナとか、そういう南部の急成長中の都市を買うのがおすすめです。 というのが今回のお話になります。それでは失礼します。さようなら。